悪態祭りは、茨城県笠間市線のあたご山山腹にある、あたご神社の北に位置する飯綱神社の三景人の悪口が行事最中に飛び交う、悪態祭の累計に入る祭りである。悪態祭とも表記される。あたご神社は、悪態祭が正しい呼び名であると述べている。祭りを、茨城県では、町と呼ぶことから、悪態町とも呼ばれる。悪体祭りが行われる、 アタ神社、イーズナ神社がある。アタ山には十三の天狗が住み着き、妖魔や薬病から人々を守ったという伝説があり、祭りにおいても天狗が登場する。天狗に憤した者らが、アタ山中の祠を巡りくもつを捧げる。その道中、三詣者らが天狗に向かい、馬鹿野郎。しっかり歩け。塔の悪口を浴びせる。天狗は無言の行をしているので言い返さない。 参詣者同士でものの知り合いが起こる。なぜか、かっこいいぞ。ありがとう。等の声援めいた掛け声もかかる。祠に捧げられた供物はご利益があるとのことから、捧げられた直後に参詣者間で壮絶な奪い合いが起こる。祭りのクライマックスは、あたご神社の境内での天狗からの餅や歌詞のばらまきで、餅等を求める参詣者のやじと奪い合いで盛り上がる。 最後は参加者全員の馬鹿野郎、大昭和で締めるといった光景が繰り広げられる祭りである。地元では日本三大祈祭の一つと広報している。祭りの開催日は慣例では旧暦の11月14日となっているが2006年からは12月の第3日曜日に開催されるようになっている。昔は深夜に行われていたが、 今は日中に行われており、2016年12月18日での開催時間は13時30分から16時までであった。2005年以降、行事内容を伝える記事、映像等がいくつか存在しており、それらから伺える現在の行事内容は以下の通りである。う子たち13名は、あたご神社社務所で、白装束、白マスクを着用し、 大天狗一名、小天狗十二名に紛争する。本殿で無言の神事が行われ、天狗に供物が手渡される。供物は、板製のお膳、高架和紙で包んだ餅、河原家である。河原家は、素焼きの皿である。記録映像では他にすりつぶした米も穀物に、加えている様子も見られる。お膳と河原家は、藁御ご座に包まれ、天狗に渡される。天狗のうち一名は、 餅と硬貨とすりつぶした米を入れた箱を持つ。神事が終わると、天狗十三名と神職一名が来るまで、あたご山のふもとまで折りほこらへの巡配が始まる。この時、小天狗は青竹を持っている。これは供物を奪おうとする三景者を叩くためのものである。供物を捧げるべきほこらは以下の十八箇所である。ただし、八番目の石竹る様は、礼拝が、 事前に行っている。また、最後の大泉精神は巡拝場所に含まれてはいるが、祭り当日に巡拝を行っている様子は資料から見つけることができない。ゆえに、祭りで巡拝する祠は16箇所であり、16箇所の祠をめを巡る距離は約4キロメートルである。水神様祭りの出発点であり、五礼池近くにある。 北緯36度17分10秒統計140度15分42秒。北緯36.286228度統計140.261784度。36.286228140.261784。ビシャモンビシャモン点を司る。北緯36度17分09秒統計140度15分54秒。 北緯36.285778度統計140.265137度36.285778140.265137にらみ不動上水排水施設脇に出る山道にある北緯36度17分25秒統計140度15分48秒 北緯36.290290度統計140.263207度36.290290140.263207にらみ不動産と道を挟み設置されている北緯36度17分25秒統計140度15分47秒 北緯36.290280度統計140.263168度36.290280140.263168八春日様あたご山頂に登る車道の二の鳥居を少し登った斜面にある奈良県の春日大社を勘定している北緯36度17分29秒統計140度15分31秒 北緯36.291429度統計140.258733度、36.291429140.258733、松笠不動桃石段入り口から車道を少し下った斜面にある。大西不動明王を祀っており、松から不動産と愛称される。北緯36度17分27秒統計140度15分20秒。 北緯36.290893度統計140.255558度36.290893140.255558ぐんだり様も石いを入り口から少し登った場所にあるぐんだり妙を祭る北緯36度17分26秒統計140度15分17秒 北緯36.290554度統計140.254714度、36.290554140.254714、石竹様天狗修行の地とされる。この場所が事前に参拝されている。北緯36度17分29秒統計140度15分19秒。 北緯36.291422度統計140.255410度、36.291422140.255410、桃石段不動桃石段の中ほどにある。百鍵不動、と呼ばれ、不動明王を祀る。北緯36度17分28秒統計140度15分16秒。 北緯36.291132度統計140.254559度、36.291132140.254559、阿多子神社ここでは、拝殿内に、天狗たちが上がり神事が取り行われている。北緯36度17分30秒統計140度15分17秒、 北緯36.291656度統計140.254587度。36.291656140.254587。飯ナ神社北緯36度17分31秒。統計140度15分17秒。北緯36.291995度統計140.254586度。 36.291995140.254586松尾神社京都の松尾神社が本社である酒造りの神を祀る北緯36度17分31秒統計140度15分16秒北緯36.291942度統計140.254440度36.291942 140.254440 六角電北緯36度17分32秒、時計140度15分17秒、北緯36.292091度時計140.254592度、36.292091140.254592、13.9ほこらこのほこらには、順配に出る前にあらかじめ生きた船と甘酒の入った竹筒が備えられる。 北緯36度17分32秒統計140度15分17秒。北緯36.292108度統計140.254598度。36.292108140.254598。竜神様北緯36度17分31秒。統計140度15分17秒。 北緯36.291935度統計140.254673度、36.291935140.254673、出雲神社大国渋谷を祀る。北緯36度17分31秒統計140度15分17秒、北緯36.291849度統計140.254696度、 36.291849140.254696、アフリ神社、大山積大臣を祭神とする神奈川県伊勢原市の、大山、アフリ神社につながる。北緯36度17分31秒統計140度15分17秒。北緯36.291845度統計140.254792度。 三十六点二九一八四五百四十点二五四七九二大泉精神核。ほこでは穀物をあれ先に奪おうとする参景者が、先回りして、周りを取り囲んでいる。天狗は彼らをかき分け、神職が通る道を開ける。そして天狗が持っているわらご座が、祠の前で開かれ、そこに、餅等の蜘物入れた箱を持った天狗が、餅等を瓦家の上に置き、 神職の無言のノリトが始まる。そのノリトが終わるか終わらないうちに三景者が供物を横さらいする。時に三景人同士で激しい争奪が起こる。天狗たちの順配には悪口を言う役の者が同行して三景人を煽っている。最後の祠への順配が終わると神職と天狗たちはあたご神社に戻る。天狗たちは白マスクから天狗の面に付け替えてから 境内に集まった参詣者への持ち巻きを始める。順配中持っていた青竹も参詣者に与えられ、祭りは終了する。悪態祭りの由来についてはそれを伝える資料が見つかっておらず、確たるものは不明である。その中で言い伝えや説としては以下のようなものがある。1941年までは昔通りの奈良足で深夜に男性のみで行われていた。 そのかつての行事内容は、下記の通りである。かつての行事内容五霊畜の総年男子で、配偶者が妊娠中である者、また、家族に意味事のある者を除いた者から十三天狗の成り主が選ばれる。十三天狗に選ばれた者たちは、祭りの七日前から、あたご山麓にある荒野にこもり精進決済をして、供物を作るなど祭りの準備をする。祭りは、 旧暦11月14日の夜から11月15日の牛の時にかけて行われる。14日の夜には一般の参詣人が県内外からあたご山に集まり、彼らは焚き火塔の明かりの下、悪態を言い合いながら国言を待つ。悪態をつくのは相手を言いまかすことができれば幸運が訪れるとされているからである。午前1時頃になるとあたご神社から どんどんと太鼓が鳴り響く。これを、ひしめしの太鼓と呼び、これを合図に騒然としていた山は静まり返り、焚き火等の明かりは全て消される。そして白装束の天狗たちが、荒野を飛び出し侵食と共に、核、祠こらを巡りながら、山頂を目指し、三景人がそれに続く。天狗たちは核、祠で供物を備えるが、これを三景人が奪い取る。 天狗は手にした青竹で三景人を押し返したり、時には叩いたりする。また、三景人は天狗へも悪口を浴びせては天狗に叩かれたりする。巡る祠は、水神美写門にらみ不動うかすがさま、松笠不動軍ぐんなりさま100、鍵不動とまず巡り、あたこ神社で休んだ後、いいな神社松尾様、六角堂十三天狗ほこ神様大国様東宮である。各 ここらいの巡杯が終わると天狗たちは、ふもとの荒野に戻り、羽抜きの行事後名を直来し、祭りは終了する。深夜に開催されていた、当時の祭りを知る者は、今ではとても言えない、聞くに耐えない悪口ばかり、顔が見えないから何でも言えたと回想している。祭りの開催は、第二次世界大戦で一時中断された。戦後の再開状況について、 茨城県教育委員会の報告書では、戦後からは昼間に開催されるようになったが一部の参詣者が祭り中に騒ぎを起こしたため、祭りの開催が中断され、再々回されたのは近年になってからである、との内容を記している。戦後の状況については、他の資料に以下のような情報がある。これらの資料で述べられている、中断とされる状態であるが、あたご神社宮寺は、 主樹の事情で供物を奪い合う等の激しい行事内容は中止になり昭和20年代より昼間に本社境内だけで祭事を行っている旨の記述をしている。また他の資料においても祭りが昼間小規模で開催されていることが記述されている。上記の情報を組み合わせると戦後の悪態祭りは次のような推移をたどったことが推測される。すなわち 戦後再開され、しばらくは深夜に開催したが、一部の参詣者の騒動により、昭和20年頃に昼間に、あたご神社周辺のみで小規模に行う形式に変更された。平成に入り昼間に、あたご山麓から出発する現在の内容に規模を広げて開催されるようになった、である。平成に再再開された、悪態祭りでは、 かつてのように悪口を言う人が少なくなり盛り上がりにかけていた。そこで地元ではハンドスピーカーで悪口を言う先導役を同行させ、参傾者の悪口を引き出すなどの工夫をしている。笠間市も悪態祭りを観光資源として積極的に活用する動きを見せており、悪態祭りに参加するツアーの誘致や著名なユーチューバーに依頼しての祭りの動画配信などを行っている。 また近年は、テレビの複数のニュース、バラエティ番組等で、祭りの様子が取り上げられる質が増えている。これらの効果で悪態祭りの参加者は2011年には、約200人だったのが2013年には、約1000人になり、その後も1000人以上の参加者が訪れるなど、増加している。近年の祭りに参加した者たちからは、普段は叫ぶことがないのですっきりした。 普段出せない大声を出せた等の感想が上がっている。天狗の山の記載は姿を変えながらも、不思議な魅力で人々を引き寄せている。あたご神社内の池には、悪体祭純灰色大泉精神入り口の看板が、立っているほとんどの資料で、かつての悪体祭りは女人禁制であった、としているが、柳田国夫らが創刊した、郷土研究一巻7号の資料及び、報告。 悪体祭は、悪体祭について、市村男女総出で山に押し登ると書いている。また、創作風ではあるが1957年発行の風流こたつ話には、幕末の頃の悪体祭りの夜に、男女が山に登って一悶弱を起こした話が載っている。資料委はまは午前3時頃としているこの年書では2008年の開催日を11月21日としているが、それは、 茨城県教育委員会の記載誤りである。正しくは12月21日に開催されている。笠間市立図書館所蔵笠間市立図書館所蔵 DVD 茨城県立図書館所蔵ビデオ茨城県立図書館所蔵ビデオ。ありがとうございます。